朝香の創立150周年記念ファッションショーは1月20日、小野田サンパークで開かれました。人々をつなぐ、未来をつなぐとの思いを込めた、つなぐ、をテーマに、総合家庭科復職コースの3年生12人が出演しました。軽快な音楽に乗せて高校生モデルたちがシックな服、10歳代のカジュアルな服、ウェディングドレスを着てポージング。自作の衣装に身を包み、ランウェイを歩く生徒に観客から大きな拍手が送られました。ステージそばのモニターには、藍染めの生地を使ったコスチューム、ビーズとスパンコールの刺繍を施した、などと衣装の説明が流されました。そしてこのような衣装を作れるようになるまで成長することができました。これからも朝香生としての誇りを持ち、いろいろなことに挑戦していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。気をつけ、礼。終了後は友達同士や家族で記念写真に収まる光景も見られました。会場では不登校生徒が開発した梅玉ドレッシングや焼き菓子、手ぬぐいなどを販売。収益金は能登半島地震の義援金に充てられます。